はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、続きをやっていきましょう。ジャンダルムを越えて、まあ野営に入ってダーナパートになったところですね。まあとりあえずイベントポイントのところを消化していきますか。まあ近くにあるんで。大樹の巫女様、まあやっぱ普通にわかるんだね。ご無沙汰しています。誰だお前は。しばらくぶりですねって。全然知らんぞ、ラステル。親父さんの仕事を見学したい。親父の仕事なんて見学したいか。自分の父親がどんな仕事してるのか全然知らないんだけど。衛兵みたいな感じか。父上のような衛士になって王都を守ってみせます。えへへへって。声はガキだな。で、あとこっち側にもありますね。いや、いきなり王とアイギアスだっけ。連れてこられてもね、さっぱりわからんからな。普通に話しかけられるんだね。またお久しぶりですか。ミーアちゃんにシーアちゃん、全然区別がつかん。双子か。あ、双子だね。でも双子ってどうなの、こうも性格とか変わるのかね。でもやっぱりね、周りの環境だと思うんですよね、性格なんて。そうなんだ、遊ぶ時間は取れるんだね。結構自由時間あるのかな。そして普通に街には出歩いてるみたいですね。この仕事ってなんだろうね、普段何してるんだろう。お祈りとかしてんのかな。いやー、それも大変だよな。イメージ的にはお寺のお坊さんみたいな感じなのかな。なんか儀式に呼ばれて祈ってみたいな。でもお経とかもすごいっすよね。ああいうのを練習しないといけないのか。巫女さんも大変だな。で、ここか。いや、どうも。ダリオス執政官。息抜き仲間って。特殊なお育ち。ほうほうほう。なるほどね、市民寄りの女王様って感じかな。ん？あとは？あとどこだ？ちょっとマップを見よう。ってか、このマップは相変わらず分かんねえかな、広すぎて。エタニア王宮。王都を一回りしてからエタニア王宮へ向かおう。もう王宮に向かっていいのかな。あれ、オルガは？オルガ被災地どこ行った？一人で勝手に向かっていいのかな。でも夕方までにはさ、だいぶ時間あるよね。このクリスタルタワーみたいなのは一体。増幅するためのストゥーパ。え、もう行っていいの。こいつなんだ。理術師オド。順調ですぜって。
なんかこいつちょっと言葉遣いが荒いね。まあ奥へ進んでいきますか。ん？こっち？いやちょっとこれ以上いけないな。いけないっていうか地図がこれ以上見れないな。走ってるよなこいつ。巫女様なんであんなに走ってんだろうって思われないかな。あ、中間ポイントがある。中間ポイントに触れたかったのに。ん？ってドラン A 市長。巫女様、あ、すでに待ってんだ。え、別にいいでしょ、もう王宮に入ろう。開門。どういう仕組みだ。誰が開けてくれたんだ。文明的になんか自動ドアっていう感じじゃないよね。やっぱ誰かが開けてくれたんだろうけど。エタニア王宮。まずはイレーネ女王陛下がお二人にご挨拶されるとのことです。ああなるほど、まだ女王陛下だからね。奥にある越見の間でお待ちいただけますでしょうか。ありがとうございます。恐れ入る。恐れ入るって敬語なの。宮中で小耳に挟んだのだが、新たな女王となる王太女は今まで名を伏せられていたらしいな。何でもゆえあって王宮の外でお育ちになったとのことだが、小さい頃に大病を患って生死の境をさまよったって噂もあるよ。そうなのか。うん、王族としてはかなり変わった経歴の人みたいだね。ほうほう、そうなんだ。うん、お前に変わってるなどと言われるのは不本意だろうがな。ああひどいな。てか走ってるし。王宮の中で走るんじゃありません、まったく。王太女殿下、果たしていかなる人物なのか。なんかさ、あんまり趣味のいい玉座とは言えないよねこれ。なんか横にさ、変な蛇みたいなやつがあるけど。失礼いたします。巫女様、再市長様、申し訳ありません。陛下より先にまず王太女殿下が直接お二人にお会いしたいそうです。え、なんと。失礼いたします。大樹の巫女ダーナ様、再市長のオルガ様、よくぞいらっしゃいました。こちらこそ初めて御意を得ます。殿下におかれましては。で、あれ、どうした、お知り合い。お知り合いっていうかサライちゃんじゃん。お久しぶりですねダーナさん、オルガさん。サライちゃん、なんと。何こいつ王族だったの。どうしてサライちゃんがここに。いや王族だからだよ。あの
大女様は？いやだからサライちゃんだよ。ダーナさん、私がその王大女、新たなエタニア女王となるサライです。え、本当に？ええ、改めて以後お見知りおきを。ああ、てかこいつのデジはよくわかんないんだね。結局もうこのままアドルパートに戻りそうだし。そりゃまあ家に帰るよね。でもこれでさ、大樹のさ、巫女に選ばれたらどうなってたの、サライちゃん。王女やりつつ巫女やるみたいな。最強キャラだな。あと、アドルのな、この夢の記憶がどれだけ鮮明に残ってるかですよね。なんかぼんやりした感じで残ってるのか、それともはっきり覚えてるのか。夢で目が覚めてねって。なんか悪夢みたいな感じだな。ま、遺跡が気になってね。うん、まあ過去の出来事でしょう。まあ何とも言えないけどね、今のところは。よし、とりあえず出発して、中間ポイントに触れて帰ろう。ヒールポーション補充しないと。やっぱもう少し回避を重視しつつ戦闘した方がいいのかな。結構ねゴリ押すところがあるからね、自分の戦い方も。まあ、とりあえずこいつはまだ幼女と話してんのか、このロリコン医者野郎め。ヒールポーション、どうぞ。あ、この粉塵水1個あるから、これ開ければヒールポーションもう1個持てるけどね。でもエクストラゲージ回復できるっていうのはでかいよな。どうかお大事に。どうかお大事って、こっち見てねえじゃねえかよ。絶対そんなこと思ってねえだろこいつ。 あと掲示板って見たっけ。あ、いっぱいあるね。試作品の性能テスト、エアラン、神に祈りよ、シスタニア、師匠への献上。師匠って何。新入りはいずこ、栄養満点の肉料理。結構いっぱいいるな。エアラン、シスタニア、リコッタ、レイヤ、ミラルダ。誰がどこにいんだ。あ、これミラルダっぽいね。原始肉、引き締まっていてとっても美味しいのよねって。そうなの。古代種の肉なんてさ、なんかめっちゃ硬そうなんだけど。まあこれは原始肉普通に手に入れればいい感じですかね。戦ってれば手に入るでしょう。原始肉持ってないよね、ちなみに。食材はだいたいここら辺にあるからな。原始肉1個だけ持ってんだ。あとは誰だ。とりあえずレイヤーが畑にいそうだな。ちょっとレイヤーから話を聞くか。てかリコッタがどこにいるんだかわかんねえし。あと誰だっけ。忘れちゃった。あ、エアランもいたね。エアランも、エアランの話も聞かないといけないし。まずはこいつから。パプリカがなってたね、畑に。
何か手がかりは？目撃情報はあんのか。村の中にはいるみたいですね。人目の少ない場所ってどこだ？洞窟の中とかか。こういうのは得意さ、苦手だな。どっちやねん。まあ一応得意にしておきますか。任せなさい。まあここでナスビを回収して、パプリカも回収していきましょう。あとは、あ、シスターニア、シスターニア、神をより身近に感じられる。この世界の神って何なの？もっと神の近くで改めて祈りを捧げたい。風見丘陵の頂上、どこだっけそれ。ん？ここじゃダメなの？クエストを開始すると、風見丘陵のふもとまで移動します。頂上を目指しアドル一人の状態でシスターニアを護衛します。ああ、護衛イベントか。ヒュンメルに変わってんだけど。同行する理由、興味がないな。なんとなく分かっているさ。全然分からん。うん、でも興味がないなっていうのもね、なんかそっけないからね、なんとなく分かっているさ。全然何にも分からんけどね。てか、シスタニア、元の場所に戻っちゃったのか。あ、こっちにイベントマークがある。あ、そうかそうか。料理のミラルダさんか。じゃあちょっとエアランにも話を聞きましょう。試作品の性能テスト。何を作ってんだ。いや結構クエストが多いですね。これもね、期限があるからね、期限長いとか期限短いとか、まあ多分イベントを進めちゃうと、まあ、イベントが、クエストが終わっちゃうっていう感じだとは思うんですけど。ほうほうほう。ん？鉛色の片当て。これは？おう、失血状態を防げる。いいね、それは。どうすればいいの。もしやダメージを食らえってか。古竜種と戦うだけは古代種か。2体ほど倒してみてくれって。え、ちょっと装備を見てみましょう。あ、あったあったあった。鉛色の片当て。古代種と戦って性能を確かめよう。装備した方がいいのかね。え、でもさ、古代種自体はもう倒したよ。ダメなの？え、どの古代種を倒すの？なんか普通に歩いてるさ、トリケラトプスみたいなやつじゃダメなのかな。てか、リコッタどこにいるんだ。海岸の方にいるかな。
まあ、大体誰がどこにいるかっていうのはそんなに位置は大きく変わらないんで、そこかな、こっちの方に、あれこれなんだなんかマークがついてるけど、あ、こんなところにいたリコッタを探してたら、ゲー、逃げられた。ちょ待て、逃げてしまったじゃねえよマジか、地図に表示されないかな じゃあどのマークなんだかちょっとよくわかんねえな。まあ、まずはリコッタに話しかけましょう。あれ、こいつの依頼ないよって、あ、そうだ、師匠がなんとかって言ってたね。ハシビロコウは先輩って言ってたよねいろんな知り合いがいるんだな。まあそりゃこの島で育ったって言うからね。大切な存在、師匠。ほうほうほう、何の師匠なんだい。師匠は師匠おお、そうか。ん？ただでは稽古してもらえないのって。なるほどね。完熟マンゴー、まあ、完熟マンゴーだったらね、結構持ってるからね。高いところが好き。あ、地図に書き込んでくれるんだ。ん？遠なり浜。え？地図には表示されてる？遠なり浜ってどこだっけ？ここ？ああ、ここだね。師匠への献上。まあ、ちょっとこれは後で行くとして。まあ、シスターニアの護衛を先に終わらせちゃいますか。まあ、多分一緒に行ってモンスターから守りつつ進んでいくっていう感じにはなると思うんですよね。話の内容からして。てか別にさ、アヌル一人で護衛しなくてもよくない？みんなで一緒に行けば。ん？どこだ？なんかピッカードのマーク、ここら辺にある気がするんだけど。これミラルだ。あれ？こいつのマーク？いや、違うよね。上にいんのかな？あ、いた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 。もう逃げられんぞ。だいたいね、もう一回逃げるんだよね。3回目くらいでね、捕まえると。おお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 タフだな。先にピッカードを捕まえちゃいますか。ちょっとめんどくさそうなんで。まあ、さすがに3回目で捕まえられるでしょう。これで捕まえられなかったらどんだけしつこいクエストなんだっていう感じになりますからね。で、ちょ、地図を見よう。あれ？どこだ？ピッカードのぬいぐるみだ。そんなもんにいちいち印をつけるのは全くダミーだな。こんなところにぬいぐるみだ。マジか、やってくれるな。いや、動いてるでしょ。
香ばしい匂いがするって。ピッカードを捕まえた。大丈夫か、ちょっと香ばしい匂いがするみたいだけど。ちょっと焦げてるって、すごくおっちょこちょいなやつみたいな、すごく臆病なやつみたいだ。まあ臆病だから逃げてくんだよね。ちげえよ。何こいつ、ツンデレ、ツンデレキャラだね。わらを食ってんだ。結構貧相なもの食ってんだね。ナスビとかな。普通に取れっからね。まあこうやってみんなの、お、ピッカードが加わったことで生産力上がった。すごいね。理由がよくわかんないけどね、なんで生産力が上がるの。じゃあちょっとシスターニアに話しかけましょう。よし、行くか。いやー、いいね。女性と二人旅。しかもシスターと二人旅。ワクワクするね。まあ、これはね、確かに他の二人に邪魔はされたくないっすね。どこだっけこれ。アドルさん、シスターを護衛し頂上へ向かってください。アドル、もしくはシスターが戦闘不能になるとゲームオーバーとなりますって。そっか、結構厳しいね。うわ、結構敵いるじゃん普通に。待って、こいつ厄介だな。いや、ちょっと大丈夫かシスター。おら、俺のシスターに手を出すな。よーし。めっちゃ危ねえんだけどこいつ。あー、これマジ厄介だな本当に。おらよーし。うわ、当たってしまった。ほら、あれでも結構ピヨるね。これやっぱすげえな。ちょっと早めに回避をして、あれってかシスター全然ついてきてねえんだけど。あ、でもそれはそれで好都合か。先に俺が安全を確保する。でその後ゆっくりシスターを連れてくれば、まあ、その方が楽そうだな。もう使っちゃおう、こういうので。食らいなされ。よーし。ジャンプしたんだけど。やっぱり俺がやばいな。タフだよなマジでこいつ。ん、あとは前方にもちょっと敵がいるね。まあ、こいつらはねこれで一掃できるから、まあ、大したことはないと。やっぱりあのカバなんだよな。カバのためにスキルゲージはな、貯めておかないといけないからな。あ、ここにびっくりマークがあるから、ここで終わりか。おら。よーし、これで
進路は確保できたかな。ちょっとシスタニアのところまで戻りましょう。てかシスタニアさあれアドルさんどこ行ったのって、困らないのかな。まあ一応ね俺が安全を確保するっていうそういう作戦だからね。よーし、じゃあゆっくりとシスターニアとのデートを楽しみましょう。さあ俺についてこい。あと歩くスピードどんくらいだ。あ、回復した瞳とかこのくらいの速さがやっぱりね、歩く速度はね女性に合わせないといけないんで、これはね結構歩くのも速くてね、あとね食べるのもね速いんですよ。だから食べるときも気を使いますね。一応もう早く食べすぎないで女性の食べるスピードに合わせてまあ食べ終わるっていう。でもねゆっくり食べていてもね、それでもねまだ自分の方がね早いときとかもねやっぱり出てきちゃうんですよね。とあとまあいつもの心得ですけれども、まあエスカレーターですよね。エスカレーターは上りが男性が下で下りが男性が前、下り上りが下っていうか上りが男性が後ろで下りが男性が前ですね。あと道路を歩くときは車道側が男性とかね、あと女性と歩くときは、まあ、適度に休憩を入れつつ歩くと、まあ、ずっと歩きっぱにならないようにとかね、そういうね気を使いながらね大変なんですよね男性のエスコートも。で、まあ、あとそろそろちょっと寒くなってきたけど、寒くなってきたら、まあ、寒くないかどうかちょっと声をかけたりしてあげて、まあ、そういうねエスコートがアドルにできるかどうかはわからないけど、そういうエスコートができなくてもアドルはモテるからね、旅の行く先々で。本当羨ましい性格だよ。お、どうしたなんでぶっ倒れてんの任せろ。どうやって2発で倒したんだよあ、裾を踏んじゃったんだね。確かにねこれ歩きづらいよね。ま、それよりも無事でよかった。シスター、あなたが無事で何よりだ。やっぱ優しさだよ優しさ。ん、後ろに敵でもいたか。っていうかイースのテーマは優しさですからね、そもそも。ああ、なるほど、動きやすくしたんだね。なかなかいい足をしているじゃないか。歩く速度変わったかな。俺は走るぞてかさ、まだ続くんだ。じゃあ前方の安全を確保しないといけないな。待ってるね。ちょっとカバがいっぱいいるし、かわせねえし。これこいつのさ突進力半端ないんだけど。やばい、ちょっと使いすぎたゲージを。いやもうめんどくせえなこいつらあ、ピヨってる。いや一人で戦うのってこんな大変なんだ。いつもは仲間に頼りきってたからな。ちょっとまた上の安全を確保するか。ほら、よし、オッケー。あ、ここあれか、一番てっぺんがあるところか。もうカバが出てきたらもう一回必殺技使って型をつけましょう。大丈夫かな。とりあえず取れるものを取ろう、うん、ついてきてないよ。うわ取りたかったのにニアちゃんを迎えに行きますか。
ったくヒットポイントいつの間にか478になってるし、待たせたな。さあ行くぞ。回復してくれる、優しいね。どう、速度変わってる？あんま変わってないように見えるんだけど。アドル早歩きだかんねこれ。シスタニアはさ一生懸命走ってるけどさ完全競歩だよね。で多分走る体勢を取るともう置いてっちゃうからね。すげえな。そう、あとね時々後ろを振り返るっていう、こういうのも大事だかんね。そう、駅とかで別れた時やっぱりね振り返るのはね重要ですね。だから逆に見送る立場になると、まあ、見えなくなるまでは、まあ、一応見守ってるっていうかいますね。おーし、着いたぞ。ちょ行けねえし、落ちてこい。いやもう回復してくれなくていいんだけど、なんだこれ。歩いてないと回復に入るな。いやここまで来たはいいけどさ、まあ、実際はワープして帰るんだろうけど帰りが大変だよね。なんならさジャンダルムのさ頂上まで行こうか。はやっ何を祈ったの。ほんほんほん、ああそうだね。いや成長してるね。なるほどね、決意の証ということか。おお、やったやった、好感度が上がった。おお、しかもヒールポーションくれんじゃん。いやこれはやってよかったな。そのシスタニアがどうとかじゃなくて純粋に助かるわ、ヒールポーションが増えるのは。であとはまあ進めていけば勝手に達成できるようなものかな。古代種2体倒すっていうのがねちょっとよくわかんないけど、そこら辺にいる古代種でいいのか、指定された古代種を倒さないといけないのかっていうのがまあわからないですけれども、まあとりあえず今回はこれで終了して、次回はまた先へ進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。